皆さんに質問です。今見えているのは何でしょうか答えは細胞集団の動きです。真ん中の空間を埋めようとする両サイドからの細胞集団の動きが見えています。それでは一体どのような時にこの細胞集団の動きが必要になってくるのでしょうか答えは私たちの手足臓器ができていく時 傷口が治っていくときそしてガン細胞が私たちの体の中を動いていってガンが真順が転移するときに見られますですのでこの細胞集団が動く仕組みというのを理解することは生物学的にも医学的にもとても重要なんですさらに皆さんに質問ですこの二つの細胞集団の動きの違いがわかりますか人の動きに例えてみるとまるで泡踊りと ラインダンスのように見えませんかさらにこの二次元の細胞集団の動きに時間軸を足してコンピューターの目で見てみましょう一方では進む方向がバラバラになっていてもう一方ではある一定の方向にまっすぐ揃って進んでいるということが一目でわかります最後に質問ですこの二つのダンススタイルを決めているのは一体何でしょうか 答えはたった1つのタンパク質の構造の違いですこの2つの細胞集団は同じタンパク質を持っていますが一方ではこのシャクトリムシのように長く伸びた形をしていてもう一方では縮んだ形をしていますこのようにたった1つのタンパク質の構造の違いが細胞集団の異なるダンススタイルを生み出すということもありますこれ以外にも細胞の世界には まだまだ不思議なことがたくさん溢れていますそれを知るためには生化学や細胞生物学分子生物学といったいろいろな学問分野が必要になってきます私はこれまで新たな発見を目指して画像解析やバイオメカニクスといった異分野の研究領域と連携を行ってきましたけれども最近では光科学との融合研究にも挑戦しています 皆さんにもぜひ細胞の世界を覗いてみてもらいたいと思います。